ストレートエニアグラム、嫉妬編。嫉妬編。嫉妬への感じ方。うん、っていうのは、うん、前隊長と、うん、お話をしているときに、うんうんうん、ある動画があって、うん、それを見てくれ、うん。っていうのは、まあ、その、うん、ちょっと素敵なマンションで、うんうん、素敵なカップルが、うん、いろんななんか暮らしを見せるみたいなのを、見てって言われて、うんうん、どんな感想って言われたときに、うん、僕はその、キラキラに対して、ものすごく嫉妬を覚えるんです、うんうん。今の僕はキラキラしていない。常にキラキラしていない。っていう思いから、うん、これはもうずっと昔から。うんうん、なんでその、僕はこれを嫉妬だという表現をして、うん、要は、高校の時とか、うん、中学校の時とか、うん、モテてないっていう自分がいて、うんうん、まあ恥ずかしい話、童貞こじらせってあるじゃないですか。うんうんうん、童貞をこじらせると30まで行くと魔法使いになれる、うんうんうん、残念ながら魔法使いにはなれなかったんですけども、うんうん、いや若干その辺で青春時代こじらせてまして、うん、キラキラしたものに対して、うん、嫉妬心が全て、うん、もう見たくない、うん、なんで隊長がなんかバンドを組まれて、うんうんうん、なんかコンサートやるよって言った時も、うんうんうん、僕は拒否したんです見たくないと、うんうん、そのバンドっていうのは、うん、まあフリーの社長が、うんうんうん、フリーの人たちがバンドを組んだよ。そう。社長たちが集まって。社長たちが集まってバンドを組んだよっての聞いて、見たくないと。うん、今だったら見に行くんですけど、うんうん、その社長の集まりなんて見たくないと。うんうん、っていうぐらい、うん。で、僕はそれ嫉妬って言ってたんですけど、うん、これは嫉妬なんですか、ね、嫉妬。まあ、嫉妬ですよね。嫉妬でいいんですよね。うん、で僕がこの最初に動画を送った理由っていうのが、はい、僕がこう見て、はい、そう大して面白くないと思ったんですよね、はい、思ってだけどうちの動画よりも再生数が多いじゃないか多い動画でしたでこれはなんで多いと思うっていうのが聞きたくて送った嫉妬が返ってきたっていう、はい、そうですねキラキラしたものは見ていられませんっていう、うん、っていうところでそう嫉妬で、なんかいろんな方向、全方向に嫉妬するみたいなこと。そうで、僕は、で、これを、うん、吉田豪さん、うん、プロインタビュアーの吉田豪さんは、うんうん、男性の嫉妬っていうのは、うんうんまあ、もの、うんうん、男性のシンボルの大きさに起因しているっていう論を言ってまして、うんうん、これは例えば、三國連太郎さんとか、うんうん、福山雅治もそうだと。うんうん、基本、そこに、うんコンプレックスを持っている勝慎太郎もそうだって言ってました、うんうん、コンプレックスを持っているものは、うん、全てのものに嫉妬をして、うん、自分を磨こうとしているよ、うん、僕はまあその自分を磨く努力はできなかったので、うん、彼らとはちょっと違うステージにいるんですけど、うん、っていうのはすごい分かる、うんうん、だからそうだと思ってたんですけど、うん、いや違うと、うん、我々にはエニアグラムというよるすべがあったと、うんうん、そんな大きさではない大きさではないのかもしれない、うん、けどもそのキラキラしたものすべてに嫉妬をしている、うん、僕は自分のことをタイプ6だと思う、うん、なんかでもタイプ6って、うん、特にそのいろんな本読んでも、うん、なんかそのコンプレックスは多分どのタイプでもあるのかコンプレックスはあると思いますよでエニアグラムでいう嫉妬のタイプっていうとタイプ4じゃないですかでよく言われますよ、うん、囚われのワードとして、うんうん嫉妬ですよね。嫉妬っていうのは、うん、はい、うん。それは、特別でありたい。特別でありたい。で、特別でありたいっていうものが自分は特別でないからってとこですよね。なので、こう他の人がキラキラして見える。自分は悲劇のヒロインみたいな感じで、こうキラキラして見えるから嫉妬する。で、自分はより個性的な方へ向かって認められたいみたいなところじゃないですかね。でも僕もこの人に認められたい、うん、認められタイプ6の人に認められたいっていうのは、うん、生き抜く術ですよね。そうですね。うん、肩を組みたがってるんですね。肩を組みたがってる。はい。まあ自分の安心安全仲間が欲しい。そっか。で僕は、うん、なんか自虐とも結構結びついてるような気がします。どういう例えば？あ要は、うん、よく動画で、うんうん、動画のメッセージいただいたものに対して。うんうんハゲを自分でいじるんですね。うんうん、いじりますね。キャラ、これがキャラだって言ってるのに、ハゲばっかりいじってるから。あそう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 、これに行くように。でもこれは、コンプレックスの裏返しで、うんうん、ハゲてますよ。うん、なんかよくアンダードック効果ってあるじゃない
いやその負け犬が応援される結果勝つみたいなあののがあって、そのアンダードッグですで嫉妬っていや劣ってるもの、でもこれを表明すると可愛がってもらえる、あ俺は可愛がってほしいのかな、あそれ、ね、可愛がってほしいっていう現れと嫉妬が結構結びついているような気がします。あ、それあるかもしれないですね。タイプ6の嫉妬は、はいはい、私はこんなに劣ってますよ、劣ってますよアピールでこう可愛がってもらおうっていう作戦、可愛がってもらおう作戦はっていうのはあるのかもしれないですね。この心理的に、心理的に、うん、いや守ってほしい、守ってほしい、自分は弱いから守ってほしいで自虐言ったりとかしてこう弱いアピールをしてるっていうのはあるかもしれないですね。なるほど。でそれはこう意識的にじゃなくて無意識的にみたいな。あ、でまあ、そのキラボ吉田剛さんが挙げた、その例えば三國連太郎さんとか、タイプは分かりません、福山さんも、何タイプか分かりませんけども、そういうコンプレックスがあって、それをどう乗り越えようとして今があるかって話ですね。で僕はこのコンプレックスを可愛いでしょって応援してくださいねっていうのでがタイプ6っぽいっていう。なるほど、だから本当にこう例えばタイプ8の人とかでもコンプレックスあるわけじゃないですか、あるんですかね。あると思いますよ。だからこうより強くあろうとこう体鍛えたりするんじゃないですかね。でそのコンプレックスを隠すために強く見せようとして、強く見せようとするし強くなろうとするしみたいな。あで口調が強くなったりっていう、なるほど。でもこの僕のこのキラキラに対する、この体調に対してもやった、この見たくないっていう、キラキラなものは見たくないっていう、それはこう傷つく苦しい、キラ例えば動画この間送った動画とか、はい、あでっていうのはまあ、俺持ってないいやあの動画そう大した動画じゃないですよ。そのでもキラキラしてるように見えるんですよ、見えました。僕は、そうですね、見えたので、なんでこんなのが面白いんだろうなってあっていう、まあ、その嫉妬もあります、あのあ再生数が、再生数が、再生数の差とかも、まあ、その辺は、まあ、僕はこう、あ、多分その嫉妬はあると思うんですよ。うちのより多分面白くないって思ってる。思ってる。はい。で、その面白くない動画がなんでこんなに再生されてるんだろうって。はい。別に有名人とかではないですよ。はい。有名人の。YouTube は最近そんなのばっかりですよね。動画とかではなくて、もっとこう、小さい個人的な人の動画なんですけど、はい、面白くない。で、多分そういうのは多分嫉妬はあると思うんですけど、はい。なんでこの面白くないのがうちより上なんだっていうところの方が気になってしょうがないからどうしたと思いますかねって送ったんですよ。ああ、なるほど。多分あそうかタイプ5とかだと、ちゃんとそこを冷静に冷静に見て分析するんですよ。分析。僕はそれがその過剰反応が出てるんですね。拒絶みたいな。そうで、これが何だろうと思って本を見たんです。そうしたところ、その健全度、タイプ6のこの健全度のところでですね、こちらドン・リチャード・ベソさん、エニアグラムの対価の性格タイプの分析っていう本なんですけど、タイプ6の、まあ、健全度で、まあ、1から9までありますよね。で1が高くて9が一番低くて、で通常の段階っていうのが4から4、5、6あって、通常の一番下、6のところで書いてあったのが、自分の劣等性を補おうとする行動が過剰で厄介なやつ、防衛って書いてあって、なるほどと。で、あと通常の段階、真ん中、5です。5の段階でもタイプ6っていうのは、受け身で攻撃的な人。回避って書いてあるんです。この辺かと。その辺がその受け身で攻撃的で回避する。ああってぴったりあった、ね。書いてあると思って。そう、健全度は関わってるかもしれないですね。なんでコンプレックス、一概にコンプレックスっていう言い方をしたんですけども、これももしかしたら、その可愛いでしょってやってるのも見たくない。
ってやってるのも全てこの健全度、この揺れ動くいつも手放そう手放そうって言ってるくせに、まあ、健全度を上げていきましょうっていうのが多分エニアグラムの多分求めているところ。もう終わるとすぐにもう可愛いでしょってやって、そう手放す。良くなかったです、ね。そう。なのでその行動が出たら、あ、健全度が今落ちてるみたいな。そう。だって僕のこのハゲアピ、ハゲあのコンプレックスを言って、可愛いでしょって過剰にやってるのはちょっと落ちてるっていうことなのかもしれない、ね。5ぐらいがでも。ま、ど真ん中なので、ど真ん中です。受け身で攻撃的な人が。多分そこが標準なんですよね。でも、何も意識しなければ。そう、でもそれは避けたいわけじゃないですか。うん。で、そこをなんとか4に持っていきたいってとこじゃないですか。はい。4、3に行きたいんですよね。4、3に行きたい。健全なところに行きたい。うん。で、いうので、この健全っていうのを学ぶと、健全度を学ぶと、もしかすると、その、持ってるね。皆さんが多分持ってるコンプレックスっていうのを、手放せ、本当に手放せ、お前が言うと、とても怪しいんですけども。うん、そのコンプレックスは小さい頃からなんですか？で昔から自信がないタイプではあったと思うんです。その自分をタイプ7だと、思ってるわけないか、子供の頃。あの明るいタイプ。お調子者で、クラスの中心人物でいると思ってたんですね。いつも騒がしくて。だから僕はタイプ7だと思ってたんですけど、実は違う、まあ、6ってなって思い返すと、確かに常に自信はなかったです、であと、まあ、隊長と一緒で野球とかもやってて、怖い監督がいて、で上の人に対しては父親にもそうですけど、常にビクビクしていたような、でビクビクしながらも、なんかちょっと笑いを取ってね、あっていうのは昔からやってましたね、この戦略、なんで可愛がられようとしてる、そう、可愛がら可愛いでしょってやることで怒られないようにしていたんです、僕は逃げるタイプですからね。あっていうとやっぱりこの毒がやっぱ出ていて人に向かう、で可愛いでしょ、僕って可愛いんですよって一生懸命やってたっていうのはとても思い当たります、僕の場合、僕もこう子供の頃から野球をやってて、まあ、その頃の野球って厳しいじゃないですか。失敗する。水飲むなですからね。水飲むな。ケツバットとかなかったですか？ああ、ありました。はい、そういう。エラーするとですね。エラーすると、はい。そういう時代だったんで。ちょっと楽しいわけないですよ。はい、こう僕はこう、どう回避するかばっかり考えてます。なるほど。その、なんていうの、苦しいのをどう回避するか。っていう、やっぱりその、エニアグラム、まあ、生まれつきタイプがあって、これはもうエニアグラム性格の9つのタイプって本なんですけども、ここで書かれているのは、自分が6歳頃から身につけている行動様式。これはあの親によって、親との関わり方でその行動様式が定まっていく。防衛本能として。で、考えると確かにその親的な上の人との関わりで行動様式が出来上がっていくっていうのは、ずっと多分ここまで根深く自分を牢獄に入れてるんですよ。これはいい機会だったと。この一本の動画を見て示した僕のこの拒否反応はコンプレックス、自分のちっちゃい時のことと結びついていて、それが健全度に出ていてっていうのは。だから健全度、多分リソさん。はい。僕も本で見たわけじゃないですけど、そのリソさんのやつを研究してる、研究しながら、まあ、それをもとに、多分ホームページ作ってる人がいて、で、そこのを見たときに、この健全度の基準値がある、それぞれの人にあって、それはこう、幼少期、本当に生まれてから、3歳とか6歳とか、それぐらいまでの間の親との関わりによって、健全度が変わる。なるほど。健全度の基準値が変わる。あ、じゃあ、1から9まである、まあ、ある標準が4、5、6。多分普通に育てると、まあ、5みたいな感じになるんじゃないですかね。はいはい。なったとして、はい。で、すごくよく育てると3とかになるんじゃないですかね。おー、なるほど。もう、基準値が3なんです、ね。基準値が3なんで。健全のところですね。はい。だから普通の状態が3みたいな。まあ、3はないのかな。4とかなのかな。まあ、確かに、島田紳助が言うところの、人間には、何回人間やったかで、
その出来が明らかに違うと、うんうんうん、で島田紳助はあいつは人間3年生だと、うん、いやも元が違うみたいな、うん、そうな元がこの健全度があるのかもしれない。だから本当にこう虐待を受けた子とかは健全度がもうすごく差が下の6とか7とかが基準になってしまってるから、ちょっとしたことでもすぐ7とかに落ちちゃったりなるほどとか不健全なところですね、不健全な方に行っちゃったりする可能性はあるのかなっていう、なるほど、コンプレックスと健全度、うん、健全度でこのコンプレックスっていうのはタイプごとで、うん、まあどう捉えるかで、それをただコンプレックスって言ってるだけですもんね、うんうんうん、そうですね。あ、僕の今の感じだと、まあなんかそれぞれが思うところじゃないですか、コンプレックスって。例えば同じことであったとしても、僕はそんなのコンプレックスに思ってないけど、二等兵は思ってるとか、はい、逆に二等兵はそんなの気にしないけど、僕はコンプレックスだと思ってるみたいなのはあるかもしれないじゃないですか。なので、それってこう個人の捉え方だったりとか、そのタイプによって、そういうところにコンプレックスを感じやすいとか、っていうのはあるかもしれないですね。掘って。行きたいと。はい。タイプごとの健全度。健全度。と、まあ、幼少期の、うん。つながりというか、うんうん、その辺をまた学んでいきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。